しおかれましたる。コンパダーコンタウン当時おさむさまぎょーご引き合って井戸口実行委員会にうらしおかれます。ダーコーはございまするが、まずは Thank you.
皆様の教訓により、みんなあのこの乗り子たちもちゃんと思い出ができたと思います。また親御さんもあの感動したところもあると思うんで、ありがとうございました。それで、あの後ろ翔吾君、ちょっと一言だけ。お疲れ様でした。あの自治会長があのちょっと声がちょっと出えへんというので、僕があの代弁して挨拶させていただきます。あの本日はあいにくの天気となりまして、あの予定していたルートをちょっとできませんでした。でもあの乗り子にとってはあのまた思い出になると思います。で、まあ怪我もなくあの2日間終わられたので、あの実行委員ともどもあの喜んでおります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、屋台総取締役牛尾博文よりご挨拶申し上げます。2日間ありがとうございました。雨天の中の運行で皆様にはちょっとご迷惑おかけしましたが、乗り子たちにとっては最高の祭りになったと思います。これを機に乗り子たちにも祭り好きになってもらって、祭りに参加してもらえればなと思います。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。2日間幕間の隙間からずっとこの乗り子たちの様子を見ていました。みんないい顔してました。楽しんでました。それを見て親のこっちもすごく嬉しかったです。親子ともどもみんな素晴らしい時間をいただきました。本当にありがとうございました。ずっと怪我事故のない祭り、素晴らしい祭りというのを願って、保護者一同1ヶ月ちょっとずっと願っていました。まあそういう思いからちょっと解放されまして、安堵の気持ちいっぱいです。本当にお世話になりました。2日間ありがとうございました。ありがとうございました。最後に、本年度の秋祭りが無事終了いたしましたことを祝して一本締めで締めたいと思います。秋祭り実行委員長の大塚正造様、よろしくお願いいたします。それでは令和5年度井戸口秋祭りをこれにもって、お開きとさせていただきます。どうも皆さんありがとうございました。それではお手を拝借よー。